というわけで、えっ、ー、と、1、2、3、次が4日目かな。4日目に入、はい、結構今の、そうか、この日はあんま進まなかったからネタがなかったんだ。で、えー、4日目です。12月30日聞。聞かせてもらった。夏場に内緒で、ちょっとあの、配信機材の調子が悪いとか言って、相手が、 予約。ああ、夏は暑そうですね。発表は、まだ発表しないです。何をえー、高収入、高学歴、焼肉屋さんに、ああ、そう、焼肉屋さんも行ってないんですよね。泊まれなかったんですよね。今回、最新自衛隊機は、自衛隊機は見てないですね。一応、あの、航空写真で見ると、展示されてる機体が一気見えたんですけど。 えーっと <laughs>、確かこの辺にあったはず。えー、っと、あれあったあった。これ。でも、多分これ敷地の外から見えないですよね。自転車乗り。いや、特にこだわ、いや、うん、うーん。そう、島に行ったらですね、あんまりなんかルート悩ま,悩まなくていいから、楽でいいんですよ。F1 ですかね、これ。 F4 じゃないな、これは。んで、この日は、えっ、ー、と、12時ぐらい、確か12時半だったと思うんですけど、12時半にここを出て、あの上五島の方に向かうフェリーに乗るために、午前中にちょっと急いで、あの、フェリーターミナルに向かいました。じゃあ、朝ごはんの写真から。まあ、ユースの朝ごはんですね。 向こうは豆腐と、あと今回の旅行で初めて納豆が出ました。あんまりなんかこ、あの、長崎の方だと納豆食べないんでしたっけうんと、F4 ファントムではなかったと思います。多分。まあ、近くで見てないんですけどね。沖縄の離島はですね、沖縄の離島は、伊平屋島と伊是名島ぐらいですかね。目ぼしいとこというか、ちゃんと離島にある程度滞在したっていうのは。あとは島どっか行ったっけ 石垣の方だったら、西表島と黒島ってとこ行きました。黒島結構味があって好きでしたね。目指し、これは確か、死者も。本物の死者もだか、本物じゃない死者もか分かんないですけど、死者もでした。死者も、あ、私の実家だと結構死者も朝ごはんあったと思います。しょぼい言うな。奄美 <laughs> 大島行ってないんですよ。あそこって、羽田からだと結構行きにくくないですかね。直通ありましたっけそう、朝ごはん。 <laughs> もう一本、魚ですか。あ、で、これが、あの、モジョンのお母さんです。えー、そう、確か名前はモモ、もも、ももちゃん。で、夜は、あの、モジョンは、このお母さんのところで寝,寝てるらしいです。んカペリンとは何ですかカペリン。料理の名前あ、黒島先週ですか。私が行った時にはですね、あの、ウミガメ研究所っていうところがあって、あの、ウミガメ福袋5000円、5000円とか1万円とかいうのがあったんですけど、 まだあそこってあるんでしょうかねあーそっか壱岐津島も行ってないな役所島も行ってないなあでこの人が同博だった40代で独身の人です40代で独身の人ですなぜか私と全く同じ境遇なので <laughs> 結構気になったんですけどねあ死者も代わりがカペリンなのかなるほど一般的に死者ゃもと言われてるけどあのー ししゃもじゃないやつですねお父さんに、あ、お父さんはも、お父さんも確かいたはずなんですけど、見てないですね。あ、ありました。福袋はもうないのか。あの研究員の人がですね、海外でいろいろ買い集めてきて、買い集めてきた多分、ただのガラクタ入,入ってるんだと思うんですけど、気になりました。あと私は、カメ人と書いて、あのカーミンチュって読む T シャツを買って帰りました。1000円だったかな。強調。 そうなんかやたら同じ境遇だったので硫黄島って行けるんでしたっけなんか政治絡みの話ですかねで、ミイラクの商店街抜けてあと、島内に確か私は2軒しか見なかったんですけどあの、島内、島内らしいチェーンが、チェーン店があったり多分これ島内ですよね、椿屋っていうのはえーっと、ショートヘアの女性、んさっきのがですかあれ、男性です。 なりかねんってことはまだなのか。一人あ。あと1分、了解です。えー、どこまで行こうかな。これもなんか野良猫。あこれ確かあの、魚屋の軒先にいた野良猫だ。えー、あこっちもそうだ。ちょっとふかっとしてましたね。あ、やっぱ行けないんですね。んミクテ店。あ、ほんとだ。書いてありますね。 太ったさんおやすみなさいませ。えーっと、このあとめぼしい写真のところで終わらせたいんだけど、<laughs> 目ぼしいのあんまないなじゃあ、とりあえず教会の絵で終わらせておきます、今日は。じゃあ、明日は続きやります。明日も2枠ぐらいは行きたいですね。いや、猫で終わりませんでした。ちゃんと教会で終わりました。ちゃんとじゃないか。じゃあ、おやすみなさい。ありがとうございました。また、太った。<laughs> それで行くつもりか。 あれコメント取れてない。あれちょ、ちょっと待ってください。あ、取れた。こんばんは。あれ、なんだ今の。いらっしゃいませ。こんばんは。昨日はなんか、いろいろやってて、すっかり、あのー、放送やるの忘れてました0時。0時過ぎに思い出した。こんばんは。音声言ってますよね。 えっと、行ってるっぽいですね。ちょっと風呂上がった後、寝袋入って暖房は熱いな。こんばんは。じゃあ、1分な、な、なったんで始めます。えー、長崎ツーリングの振り返りですけど、一と日はですね、12月30日の、どこまでだったっけ ?12 月30日の、こんばんは。この辺りかな こう確か猫の写真出して、あ、そうだ、それだ、これだ。確か教会のとこまで写したんだ。うん、さっきの猫、あの、魚屋の軒先の、軒先にいた猫です。飼い猫じゃないと思うんですけどね。で、えー、っと、この日はですね、午前中、12時半の便で、この福江島のフェリー出て、で、途中、あの、奈良んな島か、鳴る島を経由して、 えー、この上五島の中,中通り島ってとこまで行ったんですけど、まあ、午前中はあのー、ここのユースホステル出てもう昼,昼前ぐらいにはここに着きたかったんであんまりあの寄り道せずに行きました本当はこっちが通るルートを計画してたんですけどね本来はなる <laughs> 島なる島でこれは何教会だったかなどっかの教会ですまあでもせっかくなんで えーっと、どこだこれか。あの観光,観光マップにあの展望台があるって書いてあったこの白岳っていうところに登りました。白岳山かな白岳でいいのかなうん。えー、っと、何浜でしたっけそこ行ってないと思います。うん、で、これがあの、白岳のてっぺんの展望台ですね。あ、割と映ってるな。ただ上の方これ、あの電波塔で、あの、登れるのここだけなんですけどね。 こんばんは。で、ここから標高200だったか確か200だったかな、まで、櫓ですね、登りました。こんばんは。で、えっ、ー、とですね、これ、ここのとこ動画の方がいいかな。えっ、ー、と、これは12月30日の9時39分だから、えっ、ー、と、これかなするぞ、パフォネタです。 ちょっと待ってくださいえっ、ー、と、こうしてえっ、ー、と、ビアンキってメーカーのカメラ4.3っていうロードバイクですこうこうかな今これ5 1かけ3 8 4にしてるので3対 4, <と>4対3なのでそうそう、イケメンと煙は高いとこ好きだからいや、お城、あ、どうなんでしょうね登り始めて、登って登って,っってもういいやここだ これちょっとレンズに雨粒ついてますね少し降ってたっけああ今のところは、うん、大丈夫です遅い,いあ放送かすいません今日は2枠ぐらいで多分長崎の終わると思いますもうムのハイいトに入れなくてそこから展望があるのかなでここがですねあの 前、何かの生放送で見たんですけど今、のグランドセフトオート5って流行ってるじゃないですか流行ってるじゃないですかって知らないです知らない人は知らないかあ,<れ>あの PC とかプレイステーションに出てるゲームですけどあれ,ああれの,プレあのプレイしてる生放送を見てたられこれとそっくりなタワーが出てきました山のてっぺんにこの柵で囲われてる敷地の中だけど上には登れないけど結構いこの通路を通って展望台に行けるっていう。 これって結構世界のあちこちにある構造なんですかね。ーごとう太夫、はい、こんばんは。なるほど、これってぐらいあってんのか。お、さっきのところちょっと開けた向こう側がこれがあの GTA 5っていうなかなか、ね、ゲームにほぼ同じものが出てたと思います。今ちょっとあの変的ななんか同じデザインのものがあるんですかね。<laughs> この通路通って渡るところまで確か同じだったはず。えー 放送でちらっと見ただけなんですけどねゲーム放送でパノラマ方向を右方向にしてそうこんな感じのとこです<し>で写真の方が、えー、ここツール渡ってこんな感じでパノラマだと本当に放送映えしないですねエッフェル塔といやどうかなあの構造があまりにもぴったり同じなんでまさかゲームの中のモデルがこの2 <laughs> えっとここってことはないですよねああ こんな感じでした。有益な、どうなんでしょうね。いや、ゲームの中に出てきたってだけで、実際に海外にあるかどうかまでは分からないんですけどね。でもまさかこ、ここ、日本のやつをモデルにしたとかいうことはないだろうから、あのゲーム、そうそう、あの自転車で引っかかったんで、ちょっと見たことあるんですよ。で、この後まっすぐ港に向かう途中に、いくつかネタが、これ、沈下橋ですよね、多分。ちょっと川の名前とかわからないですけど、 なぜかあの、長崎に沈下橋がありました。いらっしゃいませ。ゲームの画面。<laughs> そう、私もちらっと見ただけだからな。水は結構きれいなんですよね。で、この犬はですね、この車が思いっきり通る交差点の一角になんか、立ち尽くすというか、座り尽くしてました。特に吠えなかったですよね、確か。そう。で、この後、 えと福江島の福江港の近くの来た時は全然、あのー、調べもしてなかったんで行、あのー、ってなかったんですけど武家屋敷通りだっけな何通りだったかななんかこの石垣が特徴らしいです建物は結構あの普通の民家とかだったりするんですけどそうまあ道が整備されててこの石垣の形が独特ですあれもう1 <laughs> 枚しか撮れてなかったっけ であと申し訳程度に、多分これ最近のやつですけどね。福江島のなんとか協会、まあ港のすぐ近くの教会見て、うん、石畳は多分あれ新しいんじゃないですかね。で、これが、あのー、えっ、ー、とな、何城だったっけ港のとこのお城はえー、っと、あ、福江城でいいのか。この福江城の城の中が、中とか城イコール、あの、高校なんですよね。 だからこの高校の入り口がすごいです、まあ、ただこの時はあの結構時間ギリになっちゃったんで、えー、チケット買ってフェリーに乗りました明日はあそうそうようやくですねあの Windows タブレットの Mix っていうあれで、えー、っと音声デバイスがおかしくならない組み合わせを見つけられたと思うので明日もテストしますテストか、まあ、どっか行くか、まあ、行くとしても近所ですね うん、で、これって、あの、実は長崎、あのー、3日前かな ?4 日前か ?3 日前か。あのー、長崎港から出てきた船と全く同じ船でした。この時乗った船が、えー、っと、長崎港から出て、こう行って、こう行くやつだったんですよね。で、またこっちから、あ、ここからこう戻るのかなだったら、多分、あのー、 船の種類だけじゃなくて同じ個体だったと思います船がそう解決しました多分あの一応言っとくと何が原因だったかっていうとなんか電力問題っぽいですハブを変えたらなんとかなりましたあの新しく買った普通の USB ハブでもダメで昔買ったことがあるのはすごいハブっていうあの電,源が安定電源の安定性売りにしてるハブがあるんですけどそれにしたら大丈夫でした あの数時間テストしたところでは、鎌倉か、ちょっとまあ、明日何時に起きれるかですね、今日もまた昼過ぎまで寝てしま,寝てしまって、あで、えー、っと、写真の方は上五島の方に到着です。で、フェリーから降りて、で、えー、っと、上五島の方はですねいくつかターミナルがあって、この奈良尾港っていうところは周り何にもないです。いや、何も入ってたら言い過ぎですけど、 あのレストランとかあんまりないんですよね。ターミナルの中にも食事できるところないし。あ,あくまで方面で。まあ行くとしたら境川ですかね。午前中に動き始められればいいけど。で、えっ、ー、と、この日の宿は、えっ、ー、と、フェリーターミナルに着いてから決めたんだっけ。もともとはですね、この上五島のここら辺にある、五島牛を使っているやあの焼肉屋さんの2階が、 宿になっててそこ狙ってたんですけど電話したらいっぱいだっていうふうに言われて、まあ、当日昼に電話したんですけどねでいくつかあの当たってみてあの結局ここにあるあの普段の私だったらちょっと避ける価格帯の7500円のところ1泊2食に、えー、宿取りましたでそのためにこの島徳通貨っていうのを買って、えー、5000円で6000円分変えてで、まあ、1000円分安くなるので 7,500円の宿だけで6,500円で泊まれるっていう差し引きで立派な構えうん立派な構えはどれだろうえー、あ空港もありますあるんですけどすごいとこにありますよ上五の市街地って大体ですねまあこの辺りが一番中心地だと思うんですけどここからずっと細い道行って一番端っこの方なんですよここも時間があったら行ってみたかったですけどね この立地、地図見るとすごいな、これ。写真で見ると、うわぁ、市街地とかそういう話じゃないですね。最寄りにあるのが、なんか集落っぽいのが一つ、建物が数軒あるだけっていう、これは民家かなこれ民家かなあの、一っぺ降り立ってみたいとこではありますね。上五島空港。 えっと、夕食、焼肉付き、そう、あの、すごく豪華っていうブログ見つけたんですけどね、そこに泊まった人の、えー、残念ながら空いてませんでした。えっ、ー、と、うちでもアルコールは全く飲まないですね。本当にあの夜放送するときにケーキつけるためだけです、あれは。まさに端っこのように取ってつけてありますね。ん六郎島って今書いて、あ、なんかあったな。おえり焼きは空港です。まあ、鉄道ないですからね、この中に、島の中には。 で、フェリーから降りて、あの、ちょっと市街地、一番近くのところ、回ってみたんですけど、何もなくて、結局、フェリーターミナルからちょっと北の方に向かったところで、あの、ファミリーレストランがあったんで入りました。ここファミリー、ファミリーレストラン2時。で、ここで日替わりランチを食べました。なんか、おじいさんとおばあさんがやってる店だったんですけどね、あの、店内に古いフォークソングがかかってて、あれはフォークソングでいいのかな でこれがランチです。確か850円だからそんなに安いわけじゃないんですけどねこのナポリタン風のこれがえらい量があって結構腹いっぱいになりましたそうでこのランチに対してお手元ですからねあトルコライス名物なんでしたっけこっちの方はお神尾からいらっしゃいませそう全く昔ながらの感じですねしょう姜焼きがかなり美味しかったです でこれあの <laughs> 地図にはあ GPS 録残ってるかこっちのにちょっと市街地あるんですけど空いてる店が見つからなくてで結局食べたのがこの店かなでここからの島を北上するにあたってあの普通に国道行く道とちょっとあのアップダウンがある東側の山道の方があって、まあ、山ってほどじゃないかなアップダウンもまあこんなもんで一番高いところでも標高200ぐらいですけど まあせっかくなんで、こっちの,あの田舎っぽい方行ってみました。あ、そうそう、なんとか花。商人花、ビシャゴ花花栗り咲き。これはコウモリか。そう、花はやっぱりあの、先端って意味ですかね。先端とか岬とか。ハムの、あ、エビフライですね。で、途中また教会見かけて。えっ、ー、と、これアップダウンを表してる写真かな。 ちょっと自分でもなんで残したかも忘れてしまいました。これあの、正月に実家に帰ってるときに写真整理したんですよ。で、あとこの辺りがちょっと、あの、えー、隠れ切りしたの島らしいなって思いました。まあでもこれ新しい名前なんですかね。昔からこうだったのか。で、えっ、ー、と、見えるかな ?1 日1本ぐらいですかね。もうちょっとこれは、ん 1>, 1日2本ぐらいあるかなちょっとあの、白すぎて映ってないですけど。ミステリーゾーンですかね。あ、あとあの、本当はここにあのバス停の丸いマークついてたんですけど、こ,これだけなんか取れてました。他のところではちゃんと同じあの構造で上についてたんですけどね。いや、白じゃなくてあれ、あの白すぎて映ってないんですね。で、右手に海見ながら。 で、えーと、これ、ありかは町だったところが多分、あの全部、あの、新上五島市だったっけまあ、全部市にあの、くっついちゃったんで、あの、町のところは消され,消されてますね。で、えー、ここが一番アップダウンがあったところかな。今、これ、あの、ちょっと山越えてきて、で、ここの小さな港っぽいところに下っていくんですけど、その先の、えー、っと、あそこの道。 これが一番、あの、さっきの標高200の上りなんですよ。で、こっちからこんなに見えてるのに、あんまり眺めよくなかったですね。この街からこう、ぐっと折り返してずっと登っていくんですよ。ここが一番きつかったところ。あ、剥がされてるの、こっちですね。これって何撮ってるかわからないですけど、えー、あ、こっちの写真の方がいいかな。なんか偉い剥ぎ取られてました。これもなんかいずれなくなってしまうんですかね。 これは石灰じゃないのかななんか石垣とか見えますけど、ちょっとこれだけじゃ私わかんないですね。で、あー、なな忘れた。これ何て読むんだったっけ大理石どうなんですかねこんばんは、いらっしゃいませ。あー、忘れた。これなんか読みが難しくって、その場で携帯で調べて、今時はもう、 こんなとこでもあのネットにつないで携帯で調べられるんですよねとか動画に向かって喋ってたとこなんですけど読み方忘れた赤、赤なんとかさ、赤なんとかサコだったんですけどね赤いがサコだったかななんかそんなあで、変換できますか赤いがサコじゃなかったかな動画見ればここの時刻を特定するのが難しいですね16時51分かえー、っと16時51分 えーっとこっちか違うこっちかあれ違うなえー、っと51分だから もうこれは下って登ってこの辺りかなあ終わってしまう、えー、こっちだやっぱりあのどうでも良すぎますねもういいですねあ書いてあった読み書いてないかな そこですぐ調べられるしかも外でああ,あ赤いがそこですねありがとうございますすっきりしましたでこのあ、えー、とえっと有川の確かこっちが有川港だったかなの途中にちょっとあの火力発電所とかあってところどころあほんのちょっとしか刺さなかったんですよこの日はいや今日はあの2億やってもう長崎分終わらせようと思います で、この辺りなんか、五島うどんの、あの思い切きり窯からこぼれてるオブジェがあったり、ん写真写真。あ、で、えー、っとですね、アリカの市街地のところに、えー、っと、あった。この私が好きな100均のセリアがあったんで、あの、タ Windows タブレット用のスタンドとか買っていきました。んこぼれすぎだと思います。あ、これだ。セリアの。あの、いつも、 いつもというか家で使ってるスタンドがなんでか,売っ,てなか売ってなかったんでここのセリアにはなんでちょっとあのもろそうだけどこの透明なやつ買いましたカタログスタンドなんですけどね本当はと夜用のお酒とつまみをセリアあそうそうあのクラフト系多いですよねセリアはそうそうでこれはですねもうあのここのセリアで買い物してるうちに暗くなっちゃって で宿までの途中の道がもう真っ暗でした。の向こうの方に見えたのがこれ。えっ、ー、と、この状態だと、こうしなきゃダメか。あれ、ダメだ。こうして、これでなんとか見えますかね。で、あの、長崎市街の、えっ、ー、と、浦上天守堂もそうだったんですけど、あの、教会の方でみんな、この星がついて、こう、垂れてる系のイルミネーションされてるんですよね。 で、ここもそうでした。で、近くまで行ってみるとこんな感じ。これも明るくすればってあんま変わらないですね。そう。3、どうなんですかね。一応クリスマスは過ぎてるけど。で、<laughs> これも宿のあるところの1かな。目で見てもこんなに明るくないんですよね。これってあの露出時間取り過ぎました。 で、この日の宿はこんなところ。なんだっけ、旅の宿、旅の宿、あー、名前が出てこない。あそこ、なんて言ったっけ近くにある岩の名前を取って、あ、八岳目だ。八岳目崎だから、旅の宿八岳目っていうところです。いない。うん、教会っぽいけど、中はまあ普通のホテルみたいな感じで、えっ、ー、と、1階が居酒屋で、2階が、あのー、 ホテルなあ、ちなみにこれ自転車はフロントに置かせてもらいました。あの、スタンドがないんでひっくり返してます。で、部屋はこんな感じですごい綺麗でした。まだ新しいとこなんですかね、これは。で、個人的にはあの、えー、っと、バス、んユニットバス付きのところは若干苦手なんですけどね。でも最近ちょっとだけ使い方がわかってきた。あ、そうそう、浴衣もありますね。そう、次の部屋に一人で泊まってます。これで えー、2食ついて7500円。殺人事件な、<laughs> ひらがなにしてるの NG 回避か。でもここの食事は、あの、まあ、居酒屋やってるからかもしれないんですけど、ここのも美味しかったですね。これが、えっと、なんて言ったっけひら、ひらなんとか。確かコメントで教えてもらったんですけど、ひらなんとか。そう、この日の、もう <laughs>、振り返り、これだいぶ間が空いてしまったけど、 二日目の宿の民宿もすごかったんですけど、ひらまさだったかなひらまさで、地元の名前がなんかひらなんとか三文字じゃなかったっけひらまさですかねあ、そっか、ひらすか。ありがとうございます。結構これあの弾力があって、あの醤油つけていつまでもあの口の中に残ってるっていう噛み切れなくて。あとこれがきびなごと、えー、厚いさつま揚げと、ヒーラー。 これは確か豆腐だったかな。とあと鳥の照り焼き。こんな感じでした。ここのも美味しかったですね。開けごまでもない。あこれ拡大し、拡大というか、撮ってたっけあの。ブリとかとは肉質が全然違うんですよね。で、この日の写真は終わりか。じゃあ次の。